不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中行政書士の不動産大学宅建試験勉強に役立つ学習ツール編ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今日の動画最初に言っておきます。非常に重要でございます。絶対最後は見ていただきたいんですけども、紙一枚勉強法ですね。私が書いたこの本の方がですね、もうちょっとで7万部の達成が見えてきているところなんですけれども、これ以前からですね、このコメント欄の方に、このですね、本で書かれている紙一枚勉強法とかですね、この対応記憶表ですね、これ紙で、ブログでついているやつなんですけども、これをですね、管理できるアプリが作れませんかっていうですね、まあご希望がとにかくコメント欄に多かったんでございます。これはですね、本当に多かったんです。この本が発売した当初からですね、ずっと言われ続けているんですけども、非常にそういったご要望が多いんでございます。それでですね、私もいろいろ動いては見ているんですけれども、これ紙一枚勉強法用にですね、アプリを独自に開発するってなるとですね、もうかなりのお金がかかるってことが分かりまして、それでですね、まあ個人的にすごく困ってたんですね。でそこで私考えたのが、既存のですね、ソフトを流用する形で、この紙一枚勉強法を管理できるツールが作れないかなっていうことをですね、考えまして、これあれこれ探していました。実はですね、これ不動産大学っていうのは学習支援系のソフトとかのですね、紹介依頼の案件ってのはですね、すごく相談がすごく多いんでございます。そういう案件って実は多いんです。あんまり私やってませんけども。それなりのですね、案件のご相談がもともと来ていたんですが、私の手では回らないのもあってですね、もともと全部断っていたんです。今回ですね、それを全部見直しまして、何かですね、紙一枚勉強法に使えそうなソフトはないかなというふうに思って探していたらですね、すごくいいものを見つけちゃったんです。それがですね、ズバリこちらです。はい。ノーション。はい。これ皆さんご存知でしょうか？これですね、パソコンソフトでもありますし、アプリでもあります。ちなみにですね、これ基本的には無料で使えるアプリでございます。不動産大学の皆さんはですね、スマホで勉強する人が多いので、アプリで使えるってことは私はすごく大前提に考えていたので、あ、これすごいいいアプリだなというふうに思ったんですね。しかもですね、これ基本プランは無料で使えるんでですね、非常に気軽にまあ皆さんにお勧めできるっていうところもありまして、これはなんとか紙一枚勉強法にこれカスタマイズできないのかなというふうに考えまして、早速ですね、私の方からノーションさんの方に連絡を取りました。メールをですね、させていただいて、このノーションっていうアプリ紹介していいでしょうかっていう形でですね、お伺いをさせていただいたところですね、もうありがたいことにですね、ぜひ宅建受験生の皆さんに使っていただきたいので、こちらからですね、正式にご依頼をしたいという形ですね、お返事をいただきました。ありがとうございます。こちらの方からですね、いいでしょうかって言ったらですね、逆にオファーをいただいてですね、ご紹介もどうぞしてくださいということでですね、案件としていただいたという形になります。本当にありがたい限りでございます。しかもですね、ここからが重要なんですが、後で紹介しますが、今回ですね、このノーションの機能を駆使して、紙一枚勉強法は管理できる専用のテンプレートをですね、このノーションさんの方に作っていただきました。これは最後にですね、ちょっとご紹介しまして、こうダウンロードもできるようになっております。これ全部無料でですね、ダウンロードできるようになっておりまして、これ紹介いたしますので、これ最後までぜひちょっと見てください。つまりですね、今まで紙でですね、皆さんに管理していただいてた対応記憶表ですね、これもちろん紙でやっていただいていいんですけども、これがですね、アプリに入れられるようになります。これがですね、アプリの方で管理ができるようになります。これは非常に素晴らしいんです。私も今実際使ってみましたが、非常にですね、素晴らしいです。しかもですね、さらにこれ自分好みにすごく改良ができそうで、私もいろいろな試行錯誤しているんですけども、すごくですね、可能性を感じております。もっとですね、いろいろカスタマイズができそうな感じがしております。こちらはですね、Notion というアプリをインストールすれば今すぐ誰でも使います。これですね、アプリ自体は無料でですね、ダウンロードできますし、私が今皆さんにお勧めをしようとしているですね、機能に関しても基本的には無料で全部使える機能になりますので、ぜひですね、ちょっと試しに使っていただきたいと思います。これ使い方はですね、動画の後半で解説しますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということでですね、まずこの Notion について簡単にどういうものかをちょっと解説させていただきます。ノーションっていうのはですね、アメリカのですね、ノーションラボインクが開発した多くの機能をですね、統合したドキュメントツールでですね、多彩な機能とですね、柔軟性があるという特徴から、個人からですね、ビジネスまで幅広いユーザーにですね、利用されているソフトになります。そうなんでございます。これですね、アメリカで開発されたツールなんです。結構これ有名らしいので、知ってる人ももういらっしゃるんじゃないでしょうか。このですね、ノーションの何がすごいかというと、まずはですね、その多機能性なんですね。私も今使ってみていろいろ試しているところなんですが、とにかく機能が多いんですね。例えばですね、こんな機能があります。こちらです。メモ機能。これはですね、学習中のメモとかですね、周辺知識のメモなんかにも非常に活用できるんじゃないかなと思うんですけど、メモ機能がありますね。ただ、繰り返し見たい動画のリンク集なんかも、ね、作ったりすることもできます。あとはですね、チームべき機能ですね。これは学習状況なんかをですね、複数の人で共有するために使ったりすることなんかもできるような機能でございます。それから、ロードマップ機能。これはですね、通常はプロジェクトの進行状況を確認するために使えるツールなんですけども、こういったものもですね、なんか学習にすごく活かせそうだなというふうに個人的には感じております。それからカレンダー機能ですね。これはもうまさに試験までの学習スケジュールなんかをですね、可視化するのにすごく使えるんじゃないかなと思ってます。
あとはテンプレート機能ですね。これは Excel のですね、小計算のテンプレートみたいに、Notion の機能を使ってですね、作成した学習計画なんかをテンプレート化して、それぞれ他の人に使ってもらうことができるようになります。これをやってですね、紙一枚勉強法をですね、こうアプリ化したいみたいな感じの、まあ、イメージでございます。こういった機能がですね、一つのプラットフォームで使えるようになっております。これらのですね、機能を活用することで、仕事の管理はもちろんなんですが、紙一枚勉強法のようなですね、学習を管理するツールとして活用できるというのが、今回ですね、私がノーションさんにですね、興味を持った理由でございます。私がですね、使ってみたイメージとしましては、Google クラウドよりも学習支援に使える機能がたくさんあるという感じがしております。まあ、これまでもですね、こういった機能を持ったアプリって結構あったりするんですけども、ノーションさんのいいところは、複数のアプリとかですね、ツールを使わなくても、作業がですね、効率的に行えるという点だと私自身は思っております。つまりですね、一つのアプリで学習に関する情報をすべてですね、一括管理共有できるんですね。そしてその情報が相互リンクするというところはですね、受験生のですね、学習支援にすごく役立つんじゃないかなというふうに感じました。インターフェースがですね、すごく使いやすいので、紙一枚勉強法みたいなですね、特徴的な勉強法でも、基本機能をですね、カスタマイズしていくことで応用ができます。Notion はですね、クラウドベースで動作しているので、ウェブアプリとかですね、デスクトップアプリ、あとモバイルアプリとしてですね、利用が可能でございます。まあ、最初に言いましたけどもですね、基本的な機能は無料で利用できますのでですね、お金をかけなくてもですね、使えるアプリになります。例えばですね、スマホのプレイストアとかでですね、今すぐダウンロードできますのでですね、まあ無料でダウンロードできますので、まあぜひですね、使ってみて試してみていただければというふうに思います。まあ現在ですね、仕事とか学習管理でですね、Notion を利用する人が増えているということで、まあ国内外を問わずですね、ご注目されているアプリでございます。で、ここからですね、私はこのアプリで、おすすめしたい機能っていうのをですね、勝手にベスト3でご紹介させていただきたいと思います。いきますよ。第3位はこちらです。タスク管理。これはですね、学習の進行状況を可視化することがですね、モチベーションの維持にとても大切というお話を私はいつもしているんですが、これタスク管理機能というものを使うとですね、現在どの分野がどれだけ進行しているかということがですね、わかるようになってきます。これカレンダー機能とも合わせてですね、活用すると、いつでもですね、自分自身の学習状況をスマホでリアルタイムでですね、確認することができるようになります。これは非常にですね、いいんじゃないかなというふうに思っております。続いて第2位はこちらです。ウェブクリッパー。これはですね、ネットで読んだ記事で重要だと思ってですね、また読みたいなと思った記事なんかを集めてですね、リンク集を作れるという機能なんですけども、これ実はですね、YouTube の動画のリンク集としても使えるんでございます。そうなんです。現在ですね、不動産大学の動画ってもう1600本超えておりますので、かなりのですね、動画の数がありまして、目当ての動画を見つけるだけでも一苦労ですし、見つけてもですね、また見失っちゃうなんていうこともですね、あったりするんですけど、こういったものをですね、リンクをコピーしてですね、こういうところに貼っておくことによって、こう見たい時にすぐ見れるようなですね、ツールを自分でですね、作ることができるという感じでございます。要するにですね、Web クリッパーで自分だけのオリジナル再生リストみたいなものですね、作れるということなんです。そして第1位はこちらです。習慣化トラッカー。こちらでございます。これもですね、私も今ちょっといろいろ試行錯誤して使っているところなんですけども、これはですね、自分が習慣化したいことをリスト化して、それをですね、毎日できたかどうかをチェックするシート機能のことでございます。これですね、まさに紙一枚勉強法である太陽記憶法とですね、かなり親和性が高い機能なんでございます。ということでですね、これらの機能を駆使して、今回ですね、Notion さんにアプリで管理できる太陽記憶法のテンプレートを作っていただきました。はい、こんな感じでございます。こんな感じですね、今まで紙で管理していたあの表をですね、スマホに入れて管理ができるようになります。もちろんですね、紙派の方は全然紙でやっていただいていいんですけども、まあ、スマホでやりたいという方は一定数いらっしゃいましたので、なんとかできないかというところでですね、今回Notionさんにご協力をしていただきました。非常に素晴らしいです。これ可視化という意味ではですね、壁に貼る紙も効果はあるんですけども、スマホの方がですね、やっぱりいいっていう方はやっぱり結構いらっしゃるんですね。このですね、Notion アプリを使っていただいて、このテンプレートを使っていただければですね、スマホでいつでもこの太陽記憶表を確認できますので、学習状況がですね、いつでもどこでもすぐにわかります。これ使い方はですね、もう簡単でございます。まずはですね、スマホの Android であればフレーズストアですね、で、Apple であればですね、App ストアとかで、Notion と検索をしていただくとすぐ出てきますので、この出てきましたらそれをインストールしてください。これは無料でできます。その上でですね、この概要欄にリンクを貼っておきますので、このリンクからですね、画面右上のですね、複製というボタンを押していただきます。で、そのボタンからですね、自分のワークスペースに、このですね、Notion さんで作っていただいた太陽記憶法のですね、テンプレートを複製して完了でございます。あとはですね、ご自身でもお持ちのですね、問題集なんかに合わせて、太陽記憶表をカスタマイズしていくという感じになります。これですね、完成しているもう完成品ではありませんので、Excel なんかでよくあるテンプレートというふうに思っていただければと思います。
ここからですね、ご自身で使いやすいようにいろいろと改良して使ってくださいねっていう元になるですね、テンプレートになりますんで、まあ、ぜひですね、使っていろいろ試してみていただければと思います。非常にこれですね、機能の多いアプリになりますので、全部使いこなせるようになるまでにはですね、結構時間がかかると思います。私もまだ全部使いこなせておりませんので、いろいろですね、探りながらですね、あ、これもっとこういう風に使えるじゃんっていうのをですね、いろいろ発見があって面白いです。まあ、結構こういうアプリはですね、もうとにかく新機能として使っていくことによって学習効率がどん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 上がってきますので、まあ、ぜひですね、ご自身の学習に取り入れていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回ノーションさんご協力ありがとうございました。ぜひですね、このノーションアプリ使ってみていただければというふうに思います。ということで、また明日。